お采配お願いします。だから各々だから次郎がとりあえず番長から攻めてもらって、で魚拓さんは朝一とりあえずハーデスで様子見ていただいて、はい、で僕はまあ、やじきたではありますけども、まあ、ちょっと下の様子を一旦ざっと見てから上に行きますんで、はい、いや3人同じ機種打ったっていいよ。ああそれも確かにね、やじきたを打つ3人で番長行きましょう3人で。あ、どうします？そうかね、何でも何でも俺は何でも。じゃあ今日は仲良く番長行きましょうか3人でね。よっしゃ了解です。毎回カバン持ってくるよね、ダッサいやつ。なんかね、さっき翔さんから外してって言われました、うん、今日気持ち悪いし。何が気持ち悪い、お前これ親父からもろてんぞ、お前そんよう言うな。それはしない、俺今までちっちゃい時からさ、あんま物買うてくれやらへん親父やってん。それがお前、俺二十歳になった時にこれやるわっつって持ってきはってん、急にポーターっすよ。あら、おしゃれなバッグ、お父様が。そうしよう、もうほんまにそれをこいつは今、いや魚拓さん、ようこいつのこと分かってないかもしれないですけど、これ 100% 嘘ですよ。ちゃいますって。そういうやつか、これ以上やめとけ。ほんまに、ほんまに、なんかかわいそ話、うん、嘘のやつ持ってくるんで。お前やめとけ、これ以上もほんま戦争やぞ。でも親離れしたらこれポイって捨てて。いや、ちょ、もうほんまにやめてください、これは大事なもんやっていうね。戦争って。無理だもん、もう空いてないですね、番長。リーチ目探そう。ヤジキタも無理。無理？ヤジキタも3台空いてるやん。空いてる空いてる。ちょっとでも3台空いてるんでね、これだいぶ運命的ちゃいます。この状況で行く？知らないよ。ヤジキタ怖いですね。やめときましょうか。やめときましょうか。逆にハーデス、ハーデスちょっと見ましょうか。ほな、ちょ、もう取ってはんねん。一応ね、なんかあった時に。まあまあ、ちょっと並ぶ。もうこれも演芸ええし、うん。いや、好きなの打てばいいじゃん。確かに。今日はちょっと今日は変化球でいきましょうよ、朝一は。だから途中僕つかみに行きますから、とりあえずスタートはハーデスで行きましょう。行ける。いやいや、下とりあえず見に来てよ。下。はいはい。でまあとりあえず台は確保しておきますと。取るん。うん。いや、いいよ、好きなの打って。いや、ですよね。なんでそんなに並ばなあかんねんからね。いやー、え、なんかめっちゃ明るなって、あ、パチンコや。はい、おはようございます、ヘブンズドアの第3回目です、はい、今日でね、もう早いもんで全6回の予定なんで、はい、折り返し地点ですよ。そうですね。え、なんでちょうど半分ですね、はい。めっちゃテンション低くないですか、魚拓さん。いやえ、どうしたんですか、眠たいんですか。いや、全然やる気満々です。え、ヘブンズは楽しくないですかね。すんげー楽しいです。ですよね、はい、ですよね。もう何、もう全ての番組で一番楽しいです。いや、もうめっちゃ白々しい感じになってますけど、トミキさんあればこそ。あ、ほんまですか。いや、もうそんなありがたいな。いや、もうその通り。その通り。で、まあ、今回なんですけども、今回のご褒美、勝者に与えられるご褒美っていうのは松並ですか。いきなりやったらいいんでしょうね、ご褒美で。ご褒美で松並さんが来たらいいんでしょうけども、そこはちょっと残念ですけども、お昼ご飯と。いや、ご飯でしょ、ごちそうでしょ。俺にとっては分かんないですけど、はい、まあ、あの人にとってはごちそうです。確かに間違いない、ごちそうですね。結構、はい、結構のごちそうですよね。で、買ったら豪華昼食で、はい、負けたら500円ランチということなん で道中で、しかも僕らが自力で見つけてね、安いところを、安いご飯屋さんを見つけて食べるということなんで。でも500円あれば結構増えますよね。いや、まあ、正味ね、このご時世ランチですし、うん、なんかむしろ5000円のランチとかして腹壊すよ。あ、っていうのはあります。もうほんまに解析とかも正直ね、逆に食べるもんないとかない。ある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 。なあ、なんかそのちょっとごちゃごちゃしすぎてて、聞いてみたかったのが、その魚拓さんの第3回目ですよ。実際僕らとやってみてどうですか、やりづらないですか。いや、本当本当やりやすいです。ほんまですか。楽させてもらってます、本当に。いや、なんかね、ヘブンズドアここまでもう4回ぐらい配信されてるのかな。
4回どういうこと、あの6回ぐらい、6回ぐらい、そう、うん、6回ぐらい配信されてて、まあオープニングエンディングとか似てるじゃないですか。なんかあの似てる分には錯覚みたいでなかなか分からへんんですけど、こう飛ばしたら飼育場魚拓さんちょっと離れてってるんですよ僕から、まあ、夏だったからね。いや、え、どういう意味ですか。ちょっと、まあ、それはその身体的に暑いっていうことですか。臭いとか。お前いつまで。あのな、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんもなんか前、この前テレビで言ってはったけど、何されてもいいけど臭いっていうのだけはあかんって。臭いよだって。それはダメですよ、ね、まあ、傷つくんでやめてください、ね、まあ、まあ、テレビはね伝わんないんでね、匂いは確かにね。で 俺だけでしょ、辛い思いすればいいのは俺で辛い思いすればいいでしょ。あ、じゃあもうお前まだほんまに臭いんや、あの人って思われたらもうかなりのでもうちょっとほんまにやめてくださいって、もうほんまに消臭剤とか渡されたらもう困ったもんやね。というわけでね、はい、まああの、まあ、スロット話しましょうよ。うん、こんな話しててもしゃあないん です、ね、で今日どう立ち回りましょう。まあ、今は番長でしょ。番長なんですけども、まあ、あの実際今、まあ、その先作戦会議してて、まあ、番長並んでるとかっていう話してて、で、まあ、ちょっと取れへんかってハーデス行こうってなったじゃないですか。で、まあ、一応僕地下今あの様子見てきたんですけども、やっぱちょっと状況は2階の方がええかなと思ってるんで、よしこのままハーデスさんに並んででいいですか。ごめん、俺ちょっとハーデスやめは、ちょっと抜けてもうて、まあ、今台探してんねんけど、うん、どうしようかな。魚拓さんは、俺はまあまあそのまま、まあ、あの角のハーデスですか。どうしようかな思って。え、なんでそんな裏切んの。やっぱその並んでハーデス並んで構成って入ってることないやん。やっぱいろいろ地って状況見ながらな、やっぱ。え、でもでもそれってでも3人でこうね、うん、耕していく感じちゃうんですか。あ、楽しくやりたいってこと。いや楽しくじゃない、勝ちたいな思って。構成と3人で探していく方がいいんちゃうかなと思うんですけど。でもたどり着いた頃には多分26万ぐらい使ってる3人で。ほな僕もハウスやめときます。僕もほな今から、いや、いいんちゃう、いいんちゃう、いやいや、ハウスやめとく。僕も今からほなちょっとあのオープニング終わったらまた台探させてもらうんで、うん、今日はやから僕と二郎くんは剣からスタートっていう。剣ですか。剣からスタートっていうことだよね。でも剣その今こんなオープニングとさ、剣の意味があんまないんじゃないの。まあ朝一じゃないですからね、もう、ね、いやでもこれプライベートやったらその剣難しいけども、うん、そのこう動きがあるまでこう今オープニングで時間が経っていったら若干の動きがあるわけじゃないですか。言ったらもう今打ち出してはるってことは剣の死骸があるんちゃうかなと。え、そこを見とかなきゃいけないんじゃないの、そのリセット経路がどうしたら。途中経過とか重要。いや重要やろ、そこやろ、空き台を見るってこと。いや空き台じゃなくてこう、うん、もう捨てられてたりとかなんか、うん、ちょっとそういうところからでいいんちゃうかなって。ちょ、もうあんまスロットのこと僕に言わんといてください。お前よく黒バラにいたね。俺だって分かるし、その辺の意味合いは。ほんまにもう胃がムカムカするんで、もうスロットのこと聞かれたらもう堪忍してください。もうただでも覚えといてほしいんですよ、2連勝してる僕の采配で。そやな、それだけはやから今日も信じてほしいなと思ってるんで、ぜひそんな嫌。僕の采配やっぱ3回目で感じてんのはすごいうざいよ。いや、うざないっすよね。いや、そこはまあうなずかざるを得ないよ、ね、ちょくちょく魚拓さん、はい、なんかその初回から思ってるんですけど、はい、なんかあっち側の人間になろうとしてません。そういうわけじゃないよ、俺はフラットに言おうとしたいんだけど、どうしても体をこう固めてくれないで。なんでなんですか。めっちゃ寂しいんですよ僕エンディングとかになったら。なんかやっぱりこう途中ちょっと仲良かったりするじゃないですか。でもけなされて強くなるタイプでしょ。いや、ちゃいますよ、勘違いしてらっしゃるそれは。違う、うん、僕は全然、僕はもうむちゃくちゃ褒められて育つって思ってるんですけど。今までは褒められて育ったの。いや、なんか全員けなしてきはるんですけど。どうよね。いや、僕は褒められた方が絶対にええのになって思うんですよ。僕もうむちゃくちゃ気にしいなんで。だからみんなが間違ってるんちゃうかなとは思うんですけど。お前完璧だよ、もう。お前完璧ですか。もう自信持っていいですか。もう全然回しは後ろより上ですね。あ、え、全然。それはさすがに、でもそれはでもさすがにそれは褒めてないよ俺。どないなんすか、もうほんまに。マイさん、だからビシッと再発してください。はい、わかりました。じゃあ、まあ、とりあえずスタートはあの皆さんにお任せします。お任せスタートで。それ采配なんですか。そうです。というわけで、あの、はい、そろそろね、時間も時間なんで、もう出遅れてるんでね、スタートすでに、はい、もうホールの方行きましょう。はい。
というわけで、本日、第3回目のヘブンズドア、よろしくお願いします。お願いします。今日お辞儀が浅いね。まあ、まあ言ってた通り、じゃあ僕やじき大化してもらいましょうかね。まあ結構あのやじきたに関してはあの見切りも早くいけると思いますので、まあそうですね、まあとりあえず一周期回してあるこちらから歌してもらおうと思います。まあ、とりあえず朝一あの一周期回されてるんですけども、まああのリセットやったかどうかっていうのは、まあ今までこの店ほとんどリセットかかってたんで、まあリセットやと踏んで、3周期目ぐらいまでちょっと様子見たいと思います。本日1回目の関所チャレンジですね。まあ、ここで抽選がされるわけなんですけども、チャンスアップなし。各選手の準備も整い、まずは3人が抜け出し、最初のカットリー、勝利アタック、各選手警戒だ。さあ、勝利が過ごしてくるぞ。さあ、レースの中盤、次なる反応へ突入だ。各選手が懸命に漕いでおります。マキミトな。でしょうね。まあここは多分無理でしょう。残念でした。とりあえずちょっともう一周期だけ回してみます。2回目の関所チャレンジいってきます。おぬれ、それやるぞ。それでは早速今回のコースこれだ。そして各選手の準備も整い、チャンスアップ1個もないんでね、もう多分これは無理でしょうね。スイカ引いて、スイカで短縮するんですね、この台。けどまあちょっとあの一応あの他の台の立ち上がりとか考えてリセットかかってるんも濃厚っぽかったんですよ。でまああの一応初めて言ってた通り3周気分回したんで、他の台見て回ろうと思います。なんかリセットっぽいのねえな。やっぱハーデスですね今日は。3ゲーム回ってるよ。え、3ゲーム回ってるよ。大丈夫、大丈夫。一発天国行ってますよ。よさげちゃうんすか。あ、でも据え置きかもしれへんみたいなことを言いたかったんですかね、多分。たくん、バリバリ据え置き。あ、これリセット挙動やし、いいんちゃいます。まあリセットかわかんないですけど。あれ200やめなの。まあ、ちょっと番長いきます。番長いきます。番長、前回467ゲームで今98ゲーム抜けてるだよ。まあ、どこで見切ったかわかんないですけど、まあ、前日200ゲームやめで、まあ、だからリセットへの判断はできないですね。まあ、でも全体的にリセットの人多いんじゃないかなって、まさにチラチラって見てたら、練習行ってる台多かったです。しかも今日チェリー2回チャンス目1回引いて解除なく、まあ、別に打てていい要素1個もなかったんで、とりあえずやめてガイドします。
勝負じゃー。ダーク見まーす。生産しました。まあ、今チラチラって見た感じ5台ぐらいガックンチェックされてるんですけど、ガックンしてたら売ってると思うんですよ。勝負じゃー。はい、勝負じゃー。はい、勝負じゃー。普通で打てるのとかあれば403です。これ、デューイモードだけ打ちます。前回が AT で、その後402回転で終了してる台なんで、まあ、ガックンしてないんで、もしかしたらデューイ期待できるんじゃないかなという、淡い期待を込めて。ということで、デューイモードでちゃうん、あ、当てるわ。まあ、だいたい期待度 40-50% ぐらいあると言われてるんでね。黄色で8点です。26ゲームから。残念、29ゲームでやめます。よく言うかな。今高モードにいるんで、おそらくあるので高モードしたの遅れとは分かりつつ、ここはなし。これで全国に上がってもおかしくない。上がってても第2マリオって珍しいね。まあ、引き上がりの可能性もあるけど、当たったことある。
も当たって、あと通常の抽選でも当たってたんですけど。6じゃん、これ。めちゃくちゃ欲しい。2ゲーム回してあるっていうことは3ゲームではなく2ゲームっていうところがまあミソなんですね。多分ガックンしたかしてへんかようわからへんかったんですよ。いや違うな、うん、そうリセットかかってたら3ゲームっていうことなんで、2ゲームってことはこれ据え置きでリプレイが揃って2ゲーム回してしまった。だから僕はこれ騙されません。これは据え置きです。うん、で逆にこれがここまで回してあるということはおそらくリセットの反応があったと。でこれご覧ください、ただいま146安倍氏、これもう狙い目ちゃいますかね。リセットやったら、まあ、モード B に何割かちょっと忘れましたけども、モード B 滞在しててその中の 33% が、2ゴロで解除される。もう多分今この店の中で一番ね期待値が高い台だと思うんで、こちら2ゴロまで回していきたいと思います。リセか分からんで、えリセか分からんで、うん、いや俺はリセットやと思ってる。そうなん、ちゃんと俺言ったよ、俺の理論も言った。ああ、ちょっと聞かして聞かして。いやな、端っこにな2ゲームやめってあんねん。リセットかかってるのならば3ゲーム回すはずやん。なんでなん、え速電池3ゲームちゃうの。まあ2でも見れる。しかもやで、リセット見たらなんか1でやめてやるやん。リセットやったら2回すやろ。おお、そう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 、そういうことやん。でやで、学訓チェックしました、うん、1でやめます。でも据え置きやんか、あれはの可能性が高いかなって。でももしだからここに今リセット台を耕してる人っていいんやけど、学訓チェック終わってるやん。ガックンしたら打つやろ。打つな。いや、じゃあその結果が146アベしちゃうの。え、こう何リセットかかってたからちょっと頑張ってみようと思って頑張らはりましたけども、ちょっと2ゴロまでお金がなくなりました、今落ちてますっていうことじゃない。朝一からこの時期に転生をガックンチェックしようと思う、そういう2頃まで回すっていうのを知らん人がこの時期に転生。せやな、せやろ。だからこれはもう捨て置きちゃうかなと思ってもうた。お前は、うん、賭けする。いいよ。いや、いいわ。うん、捨て置きやなって思ってきた。うん、そうやろ、うん、だ多分だから捨て置きメインなんちゃうかな。なるほどな。というわけでちょっとまあ多分据え置きなんで、この台はちょっとやめときます。危険なんでね、危なかったら騙されるところだったんで。よし、まあ、ちょっとリセットかかってるやつ探します。はい、だもう僕ほんまにバーチャファイター打ちたくて1回しか打ったことないんですけど、あもう状況わかんないんでね。でまあ気持ちいい角台がまあ頑張りどころというか、まあ、目立つんでね。まあ、通路が結構円形とか、まあ、いびつな感じになってるんで、まあ角台でしょっていう緩い感じで出せばね文句言われないんで、行きましょうか。大丈夫ですか。ね、もういくら立ち回ってもちょっとようわからへんので巻き場を行きます。まあ、とりあえずこっちから行きましょうかね。もうこんなん見ても何もわからへんので。赤、ああ
ブルブル、はいブルブル、はい、というわけでね、ARTにぶち込みましたよ、やりました。